たそこまはりです。今回マリオギャラクシーやっていきたいなと思います。で、前回の続きで、確か前回ウサギ捕まえたところで終わったんだよ、これ。で、前回オータムツギャラクシーってとこやったから、次ここかな？ここやっとこっか。じゃん。絶対楽しい。ループオーシャンギャラクシー。だってサムネがめっちゃ楽しそうだもんね。サムネって言っていいのかわかんないけど。超楽しそう。これあれかな？スライダー系かな？だとしたらすげえ嬉しいんだけど。ただあれだな、マリオシリーズのスライダーって難しいからね。海のギャングを追え。ギャングか。ギャング？シャチとかかな？なんだっけ？シャチって海のギャングって言わないっけ？お、あ、想像以上にギャングだった。ま、行くか。でもやべえ、めちゃくちゃ水中ステージ苦手なんだわ。話しかければなんかあるか。ここはループオーシャン。でも海、え？でも今海のギャングが邪魔して遊べないんだ。だって、こいつはない、ちょっとイケてるやつは。コーラオイルで勝負するからギャングは売りが早いからな。ギャングなんとかなんねえかだって。結構困ってるんだねみんな。でも本当は友達になりたいんじゃない？あのギャングは。あれが海のギャングか。こうなったら私がガツンと一発置いてやれ。どうやしよう。とりあえずあっちに行かないとイベント始まんないっぽいね。よう来てやったぜ、海のギャング。これ競争系とか無理じゃない？さすがに。なんだおめえ、ペンギンどもの仲間か。いや違います。この身を返してほしいなら俺様出すリンゴを8つくぐってみろ。はぁ、あ。あ、おえ、あ、そっか、競争じゃないか。おえだから。なるほどね。うわ、なんかマリオ6円でやったわ、こういうの。なんかなかったっけ？なんか、エイダがマンタカがなんか、こうやって輪っか出すやつ。これ結構やったよね。で、この緑コーラじゃない、なんていうかね、コーラを持ってば、まあ、加速するってやつか。もうこれもダイジェストっていうか、ダイジェスト感覚でいいよね。オッケー。取ったよ、とりあえず。めちゃくちゃ、だいぶ難しかった。お、ね、意外といいやつなのかもしんないな。ちょっと話しかけたい、こいつに。ちょっとこれいらね。話す。意外といいやつなんじゃない？人間のくせにやるじゃねえか。男の約束だ。海は自由に使ってくれだって。ちょっと噛んじゃったけど。案外悪いやつじゃないかもしんないね、こいつ。見た目だけかもしんない。激走、ペンギンレース。いや、だ、違うか。マリオ64のとはまた違うか。か水中でスイスイ泳ぐ感じなんだろうね。これさ、雪のステージ来てなくね？いや、来たか一回。まあ、こいつらと戦うことはまあ、だいたい予想ついてたけどさ。水中か。めちゃくちゃ苦手分野なんだけど。種族が違うじゃん、だって。こいつらだね、多分。よう。いや、お前じゃないんだよね。僕は泳げないでここで見てますね。わかった。お前はまあそこで見てろ。レースしよう、レース。オッケー。一緒に、いや、一緒にやろうだ。オッケー。あ、こいつか。なんかリーダー格っぽいのいるわ。こいつでしょ。なんか、一丁目に髪生やして。いや、眉毛か、これ。ペンギンレース操作始めるぞ。お前もやる？お前やるよ。よっしゃ、勝負だ。あ、待って、ルート全然、わかんない。こいつらの泳ぎがどんぐらい速いかだよね。行くぜ。いや、もう初速が違う。初動が違うもん。これとりあえず眉毛でくるくるしとけばなんとかなる。オッケー。こっち武器持って、こっち武器っていうのがあるからね、文明の勝利だからこれ。人間には知恵があるけどねって感じだよ。いやでも早いこいつらちゃんと。ちゃんと早いのがちゃんとイラつく。だからこれ全然ルートさ、確認できてないんだけどさ、そこら辺に関してはちゃんと運営側どうなってんだろうね。ちょっとこれ倍速使った方がいいかな。待って、道合ってるか不安になってきたんだけど、どうするこれ。道合ってる？ええー、それダメージ食らうんですね。ねえ、ちょっと！あ、最悪。それ、ダメージ判定あんのか。え、待って、これどうする？こっから巻き返せる今4位なんだけど、多分4位ってビリだよね。閉じないで。閉じないで。いや、もう画角。どうしよう。こっから巻き返せるかな。いや、いけんね、マリオだったら。マリオさん、マジで信じてる。でもあの、ジョニー、多分名前ジョニーだと思うんだけど、ジョニーめっちゃ速くね？だって。多分、群を抜いて速いよな、あいつって。見た目が速そうだったもん。多分、眉毛で加速してると思う。いや、いける。どこがゴール？ちなみにこれ。これ、あ、いざとなったらさ、こいつにぶつけるのありかな？オッケー。こいつ、リングく、どこがゴール？どこがゴール？これ。いや、ここだね、多分。落ち着いてマリオ。ここ。頼む。よしよしよし、なんか海のギャングいたわ、しかも。いや、初見にしたらすごいんじゃない？ 1,2,5,7,5 からやるのは、じゃあチャンピオン金メダルだ。やっと。なんか、ペンギンレースって初めてじゃん。なんか、前、ギャラクシーで一回やんなかったっけ？まあ、もらっとこう。みんなで探そう、シルバースターって。やべえ、今日の動画めちゃくちゃダイジェストになって全然尺埋まんなそう。てか、シルバースターね、めちゃくちゃさ、ダイジェストにしてるからさ、一瞬で終わってるように見えるけどさ、実はめちゃくちゃしんどいからね。マリオ64のさ、赤コインとかもそうよ。サンシャインとかの。赤コインもそうだけど、実はこういう系が一番時間かかったりするからね。
キャ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 ーン、お腹いっぱい、じゃあ張り切って行ってみよう。変身だって、どこに行くんだろうこいつ。あ、グニーンスターやりてえな。新しいギャラクシーサンドリバーが生まれた。砂系かサンドってことは、どうしよう、砂だったらやだな。でも行ってみないとわかんないよね。一個系はでも楽しい。はい、お好きなキノコを召し上がれ。カルボナーラ食いて。カルボナーラってキノコ料理？いや、全然違えよ。ごめん。やっぱそうだよね。砂だよね。しかもシンプルにむずそう。シンプルにむずそうなんだけど。やっぱラストステージ、ラスト間近ってこともあって結構むずめに設定されてんのかな。めちゃくちゃ瓦礫とかあんじゃんだって。お前は邪魔だ！カメックってなんか扱い雑じゃない？なんか、ギャラクシーシリーズって。こんな雑だったっけ？これどういう操作だっけ？で、これで、光に当たったらダメなんだよね。で、多分この砂に埋もれてもダメと。なるほど。結構難易度高い。デレデレしてんだけど気持ち悪いお前。テレサって女の子なの？ちょっと待って。どうしよう。あ、そうだ、これスケール言葉できるんだ。待って、これシンプルに難易度が高い。シンプルに難易度が高い。待って、テレサ女の子説が出てきたんだけど、どうする？じゃあ、一時期ちょっと前にあったテレサ姫ってあれガチなのかな？行くよ。はい。なんかやだな。やだなっていうか。これどういうこと？フォールガイズ始まったよ、急に。これで、こう言って。フォールガイズ？これで、これだけ？あ、待って、意外と難しいかも。あ、操作性が意外と困難かもしれませんね。これ、本当にむずい。スピンダメだ！綺麗すぎ、マジで。めちゃくちゃマリオが7人ぐらいに見えたんだけど、今ので。幻覚が起きた、普通に。てか、幻覚見た。うますぎ、マジで。天才かな？トゥートゥートゥー、トゥルー、トゥルー。あ、そっか、なんでスターあるのかなって言ったけど、この爆弾に当たったら痛いもんね。そっか。オッケー。いや、ちょっとゆっくり行こうぜ、マリオ。拡張ヘビーマガジンを発見、レベル3さ。ニュート。エーペックセンター。なんで一回掴んだ、お前、腕力がお前、衰えてんな。35歳、おっさん。あぶね、落ち着け。落ち着け。走るな、絶対。これも大丈夫だよね。オッケー！むずかった、シンプルに。シンプルにむずかった。操作性が悪いことをいいことにお前なんかいろんなギャラクシーを考えてて、任天堂様はやっぱり最強だなと思いました。じゃあ最後、ループオーシャンギャラクシーの隠しスターだけやって終わろうかなって思います。でも隠しスターの場所はわかってるから、そこら辺までカットしよっか。腹ペコチコいなかったっけ？あれ？もうあれか。あるのか、もう。そっか、さっき実は動画外でやったんだわ。はい。これどういうこと？うわ、難易度が高い！またこれか。またこれっていうか、集める感じか。これ順番考えなきゃむずくね。8マリオあるから全然いけることはある。こう。1個でも取り逃したらこれ終わりだ。やばい。落ち着け。いや、8マリオ強い、マジで。ここに来て、やっと8マリオの強さが証明された。僕、8マリオね、実はめちゃくちゃ嫌いなのね。で、これ、音楽になってる。落ち着け。落ち着け。難しい、シンプルに。ちょっと考えないとダメだ。頭を使わないと全然ダメだ。いや、8マリオがね、チートすぎるね、これに関しては。珍しく。やばい。で、こんなこともあろうかと全然大丈夫。こんなこともあろうかとに、使い方絶対おかしいと思うけど、ちょっと許してちょうだい。いや、こんなこともできるからね。でも、時間制限ないんだ。優しい。大丈夫かな、これは。アングルがめちゃくちゃ変だけど。まだある？やべ。8マリオ？ 8 マリオ。8マリオがチートすぎる！なんだ、これは。いける。どこ？スター。お！あ、落ちて大丈夫なやつ、これ。落ちるよ！落ちるよ、マリオ！オッケー！ダイナミックダイレクト欠着地。